するしない？どうも、日向彩子です。今回のゲストは小林剛プロです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、魔女の匠、ルールはこのようになっています。第2局一本場開始です。皆さん手牌を開けてください。ゴーさん、連チャンしましたよ。はい、まあ2六ウール上がって親流してもいいんですけどね。まあ、流してもいい？なんでですか？連チャンとかそういうルールがなければないでいいんですけど、ね、あ、そうなんですか、はい、なんか今気持ちが高まってるのは私だけですか？そうですね。一本場300ですけど、一本場とかいらないですね。え、いらないですか？計算めんどくさくないですか？3の掛け算みたいな。はい。一本場ってね、昔は実は歴史的にはもっと上がり点が安かった頃にできたルールで、あ、そうなんですね。それだけで結構盛り上がっていくルールだったんですけど、はい、今300ってめんどくさいだけな気がするんですよね。じゃあどうしていくのがおすすめですか？僕はね、まあ一本場なくていいと思うんですけど、うん、あるなら一本につき1500っていうルールがあって。現代の価値に合わせてってことですか？はい、1500、日本場で3000、これは結構ゲームに影響あって戦術にも影響あって、僕は一本場1500か0をおすすめします。ごさん、すいません、はい、今回は300点です。はい、はい、すいません、親番頑張ってください、ね、さあ、ドラは Q1。 日本場で1326で何点詰まるかとか皆さん一瞬で分かりますか？まだ続いてましたね。このトークまだ続いてましたね、はい、なかなか難しいですからね、はい、それもね。さあ、ではい、今回は時間がかかりそうですね。はい、ただもう、うん、これで全員1万点以内ぐらいになったので、確かにもう平たい状況だと思って打った方がいいですよね。上がれば着順上昇に直結するし、振り込めばかなりラスが近づくし、うん、それも踏まえてこの手どうします？もうトン一曲みたいな感じじゃないですか、やっぱ。ああ、もうほんとフラット。はい。宅配が重なったりして、上がりに向かえそうなら行くけれども、それ以外は対応になるかもと。リーボー付きの2ロコールって実は、日母出した人と12400点縮まってるんですよ。はいはい。はい。結構ね、124。大きいですね。もうすぐそこになりましたもんね。あとは天敗能天でも変わりますし、日望付き2000点とか振ってくれるだけで状況が変わったりするんで。振ってくれるだけで、はい、相手方がね、うん、ピンズ並んでますよ、しもっちゃ。だからこのぐらいの点差はもうあんまり気にしない方がいいと思いますね、うん、トップを取らなきゃいけないって言われたらさすがにあと1万2000上がらなきゃなって思いますけども、うん、そうじゃなければあんまり気にしないですね。これはどう打つか。薬牌3枚並べるか、パーピンを切るか。一応くっついてますもんね、うん、他が。あ、もうあと数層ぐらいですか。ただこれ、いや、お、こうやっとくとね、まあ、3万だけは痛いですけど、うん、3万以外の有効牌全部使えるので、で、タンヤオも6、7、8の3色も全部使えるんで、こうしといた方が後々楽になりますね。いや、郷さんの判断の中でよくこのペンちゃん、処理見ますね。そうですね、実は、うんうん、結構僕は牌の組み合わせ通り打ってないところが多くて、うんうん、確かに、でも今のうちにその判断をすると後の形が後傾になりやすく悩みも減りますもんね。そうですね、もう1種類諦めて手牌2枚切ることによってすごい自由度の高い手牌になるっていうのが結構あるんで、僕は早めの2枚落とし、そのペンちゃん落としとかドイツ落としはしますね、はい、自由を求めてるんですね、ええ、普段いろいろ縛られてるんで。さあ、ここで縛られてる中にさらに縛られましたね。さあ、ここでリーチが入った。ローソーギリリーチ、今回捨て牌に地牌がないですね、リーチ者。そうで
位がなくて6から上の数字ばっかり、うん、これもやや1から5の3色が疑われる捨て牌ですね、うん、当たるとしたらその下の数字の方が当たりやすい、で手役にも絡みやすいですね。あ、じゃあ選んだ時にはこう本当高いパターンもあるってことですね。ええ、だってこれ E1 リャンワンじゃなくて自牌3枚残ってて良かったですね本当ですね、うん、切る順番はどのようにいきますか。でもどれも切らないかもしれない。あ、ピンズですか。これは正直もう相当厳しいと思うんで、はい、この手この1枚切れのトンとかはかなり安全だとは思うし、筋の急走もかなり安全ですが、一番安全なパピン来そうですね。まあ、ローピン切っちゃうと完全に崩れちゃうので、はい、とりあえずパーピンを切っておいて、あとさらにもう2人のことも考えてということですか。そうですね、ちょっと間に合わないなっていう感じですねで浮き牌がうまく通ればまだ復活できますよね。急走も通りました。この息はもう打てないので、うん、急走とローピンの選択でもうローピンからいっちゃいますね、うん、もう完全に撤退を意識してということですね、うん、あ、ドラが通った。切り取って急走の上下とか今また始まるんですかちょっと暇になってきたんでね、うん、でもそれ今度こう RTD だったり見てくださる方気になりますね。あ、あの向き変わってるみたいなねもうさ今直してたんだみたいなところも。放送画面だとあんまり急走の上下とか見えないんですよね大きい画面で見ないとさすがに見えないですか。で、パーマも通っています。今トップ目ね、チーピン切りました。ローピン3枚見え。10年前ぐらいに大先輩のパイプを取ってた時にウーピンのアンコを3枚ひっくり返した人を見ましてくるくるくるって。あ、上下上下を向きですか。ええウーピンですよ、うん、ウーピンで、ウーピンですよね。ええまあ多分それはその人はピンズの上下というよりは、うん、単純に読んでくる相手の読みをずらす意味もあったかな。あ、うん、その戦略なんですね、でもピンズも上下ありますからね。そうですね、うん、ただ僕ピンズの上下目が悪いせいかあんまりパッと見分かんないんですけど豆知識ですけどね、あのこのハイのシリーズだとリャンピンとハクとぐらいしかね上下ないのないんですよ、うん、あとは全部あります。ピンズリャンピンだけないんですね。そう、リャンピンだけないです。こんなくだらない話をしてていいんですか今もう完全撤退で、しかもどこにも正直打たないんだよね、ゴーさんね、はい、まだ上がりは決まっていません。考えるのはこれ、なんちゃのリーチなんですよ。はい、ということは、うん、背底が行くんですね、このまま行くと。あ、そうですね、誰も仕掛けてませんし、うん、ってなるとその安全牌が足りてるときは配定をずらしたいので、できれば地位しやすい連続形とかを残しておくと配定ずらしがしやすいですね。なるほど。このずらすってなったときはどこら辺までの順目の意識なんですか。この安全牌が足りたら早くてもいいと思います。今はどうですか。今はね、こんだけありますねこんだけありますね、うんうん、どうです、まだ足りない。ちょっと足りないです。あと60があるんで、そうですね、ちょっと足りないです。足りないですけど、足りないですね。足りない時はまだ行かないです。はい、わかりました。でこんなことやってて他の人のテンパイに振り込んじゃったりするとまずくて、うん、そっちね、数ピン、数ピンをしてる人がいるんですよね、うん、また手出しでしたね。数ピン何なのか、あ、通ったからもう一回こうね、受けた牌なのか。ただ手牌十分になったっていうケースもありますね。ただあの、神ちゃんが闇でこうテンパを入れてる場合って、何点ぐらいからはリーチをしない判断になりやすくなるんですか。
1000点だったとしても一致しないケースはありますよね。1000点の現物待ち、と上がれば2300になるんで、1000点の現物待ちっていうケースはありますね。でもそうするとピンフですか。ピンフとか、まあ1300とか、ダイヤの1300、だからまあ厳密に言うとこの現物のパワー1とかも切りづらいですが、そのぐらい切っておかないとしょうがないんで、切るとしたらリーチの現物のパワー1か、2人の共通の筋の一品か、完全安牌は触らない。完全安牌はまだ切らないですね、まあ、パワー1ぐらいは切っておきます。はい、中盤が3枚見え、パワー1は全て見えました。現物のローソーですね、リーチ者の爪切りの中銀、いっぱい読んで分かったんですね。入っていた牌です。チーピンが3枚、チーピン3枚、ローピン3枚、はい、ワンチャンスですね、ダブルワンチャンス、ダブルワンチャンスだけど、このリーチ者の現物のダブルワンチャンスって結構危なくて、はい、全員降りてるなら手の中にある人は切るんですよ、うんうん、ただあの2枚とも見えてないってことは、2枚とも山の中っていうケースよりは誰かが顔面ターツとして使ってるケースがあるんで、安牌ではないかもしれないですね、ここに押してる人がいて、神茶をどう読むかですね。さっきの数ピン切りで天牌だった、1枚目の数ピン切りで天牌だったとすると、顔面変化間違えっていうケースもあるんですね、そろそろ足りてきたかなっていうのもあり自分のね、急走にしてみます。おー、なるほど、残りの回数も考えながらの判断。終盤のダブルワンチャンスはね、本当結構危ないです。リーチの現物のダブルワンチャンスですよ。現物じゃないダブルワンチャンスは誰かが切れずに持ってるケースはありますが、通ってますからね、はい、6、7のピンズ。あ、手が止まった。考えていいそう。これは来てますね。これは来てますね。これは明らかに来てますね。いつ通りましたね、あ、しかもリーチはかけていませんからね。かけてないってことは、うん、現物のウッパーピン待ちありますよね。候補に、あ、切りました。お、ドラが4枚見えました。このローピンチーピンどっちか出ないかなと思いながらやってますがそしたら切れますもんね、はい、あ、でもまた考えてますよ、どうだろう。酸素、酸素、これリーチ宣言杯の筋、これ来てますね。これは完全に押してる気がするんで、来てます来てます、でリーチに来ない理由と考えると、この現物のパーピンがかなり怪しくなってきます、ね、リーチ者の現物待ち、はい、もう数ピン、これで安全牌は足りましたね、はい、ってなるとどこかでチームもある、チームもあるんですね、はい、そうするとこのピンズの、ピンズこうやって持っとくと大体泣けるんで。なるほど。ここら辺全部泣けますね。うんうんうん。違う、パイが、やっぱり1個足りないか。まあ、スーピンを安全パイとして使わないとちょっと足りないのかな。ただ、2回。今、ローピン4枚目見えましたね、これ。はい、見えました。ということはパーピンも大丈夫か。パーピンも安パイになった。はい。ということで、もう安心してハイテイズラッシュができます、うんうん、あとは泣けるかどうか、まあ、ポンでもいいんですけどね。そうですね、まあ、ポンできるのウーピンしかないですけど、ね、ウーピンしかないですけど、まあ一応見えてない、ハイテイをずらす意識は やっぱり大事ですか。大事ですね。 なんちゃにリーチって言われた瞬間、ああやばいと思います。あそこは考えておくべき、でシャーちゃんにリーチって言われたら一発消しても背景がいくなって考えますね。泣けませんでした。泣けませんでした。これなんか
トイメンがポンできたりするようなものとか考えたりするんですか？ポンできそうな現物はね、ただの危ない灰ですもんね。さすがにもうないですね。そうですよね、はい。じゃあもう一番安全そうな積もられるかどうかはなんちゃのね、この最後の灰次第。そうだ、上がれず、流局。さあ、では天杯の方は開けてください。あ、一人天杯でした。8はスッチーソー、エイジビフイペーコーでしたね。切り立て。さあ、今回親は流れましたが、こちらって一度気になります。天杯入ってました？一回も入ってない。開けてもらえます？ぜひ見せてください。断層ワンコか、なるほど。ランシャン。でも数ピンと結構してたんで、この時はまだやる気があったってことですか？あ、何もなかった。リャンピンが、ん？ 3 枚目だったんですか？うん、そうですね、うん。なるほど。そうだ、何もなかったのか。おぉ。やっぱこの手詰まりで頑張ってる人ってね、判別しづらいですね。しづらいし、ちょっとすごい。大変だったんですね。決断としては。でも3層来てますねとか言ったけど、うん、なるほど、リャン層が4枚だったっていうケースですね。リャン層が4枚見えてての、ね、換算層がない、うん、はい。でもそれが分からなかったらただ怖い牌ですからね、うん、さあ、なるほど。さあ、このような形になりました。ご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。続いての3曲もお楽しみに。